旅に出よう。この壺を押してくれる人を探す旅に出よう。3日も眠ってる夢を見てさ、起きたらめっちゃ腹減ってて、会長茶碗蒸しを100個食べちまったぜ。死ぬ気かてめえ、栄養偏るぜ。君たち、姫、また出てきてる。しかも話しかけてきた。出てきちゃダメだろ姫。うん、実は快眠の壺を、そういえばこないだあいつに釘を刺されたんだった。次眠るだのなんだのと騒ぎを起こしたら、また部屋を改めてやるからな。詳しく言ったらきっと面倒になる。だからここはぼかして、これをなんとか壺に関する言葉を使わずに言わないと。よし、私の体を触ってほしい。あ、伝わってない。壺を押されたらすぐ寝るから、私の部屋で触ってほしい。じゃあ俺に。正直はやめろ。